リチャード・ジェームズ・マイケル・ステアマンは、イングランド・ウルバー・ハンプトン出身のプロサッカー選手。ダービー・カウンティ所属。ポジションは、DEF。レスターシティ FC のアカデミーで育成され、2004年10月のカーディフシティ FC 戦で、トップチームデビュー。2008年6月、チャンピオンシップのウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC に4年契約で、移籍。2015年9月、 チャンピオンシップのフラム FC に3年契約で移籍。2017年7月、シェフィールドユナイテッド FC に移籍。2020年1月10日、ハダースフィールドタウン FC に加入。2021年8月6日、ダービーカウンティ FC にフリー移籍で加入し、1年契約を結んだ。各年代でイングランド代表に選出されている。なお、 母方の祖父母がアイルランド出身のためアイルランド代表を選択する権利も有している。2011年3月にはフットボールアソシエーション・オブ・アイルランドから代表入りに向けた接触があり、さらに2012年11月にアイルランド市民権を取得したことをスティーブン・ハントが明らかにしたが実際に招集されたことは一度もない。ありがとうございます。